はい、こんにちは、板垣です。今日はですね、お知らせがありますという、ことで動画を撮っています。最近はやっぱりこう山にもね、登れないというところが続いてまして、で、ね、動画の方もなんか、ぼちぼち、しか上がらないという、あとなんかレビューばっかりみたいなところも あってというところなんで、ですね、はい、オフ会をやります。はい、オフ会をやります。2回言いましたけども、はい、何のなんか脈絡もない、こんなに脈絡のないオフ会もないと思いますけども、はい、まあとりあえずですね、ちょっと集まっておしゃべりしたいなというところでですね、やりたいと思います。はい、でもう会場もですね予約しまして、はい、日時ね、はい、6月1日、結構すぐですね、ちょうど1ヶ月後なんですけども、結構すぐです。本当だったらオフ会ってやっぱりね、2、3ヶ月前からはまあ告知して、いっぱいのね人に来てもらおうという感じですけども、なんかこう酔った勢いというか、そういうのでですね、スペースだけ予約しちゃって、さあ困ったなっていう感じで、この動画さえ出さなければ、キャンセルして何事もなかったことにできるんですけども、やります、はい、やりましょう。はい、はい、6月1日オフ会をやります。はい、で場所は新宿のレンタルスペースですね。スペースだけで、キッチンも一応あるんで、ちょっとそこで楽しめるかなという感じなんですけども、中身的には何も決まってないです。はい、なんかゲームをしようとかさ、なんかね、YouTuber だからなんか上映しようとか、なんか景品が当たるよとか、そういうのは今のところまだ全然考えてないので、基本的には、ご飯を食べる、おしゃべりをするというのがメインになります。はい、おいおいになってしまうんですが、何か、ちょっとした催しぐらいは考えようかなと思ってますが、それがなくてもいいよという方になりますかね。はい、ぜひ、申し込みをしていただきたいなと思います。はい、概要欄の方にですね、Google フォームの URL がありますので、そちらで、お名前と参加人数だけ入れていただければいいかなと思います。はい、追ってですね、いろいろ情報はお伝えしていきたいなと思ってます。はい、そうですね、でゲストとかもとりあえずないです。ないっていうか、その公式にね、この人がゲストで来ますとか、そういうのはないので、もしかしたらその、ね、誰かがフラッと遊びに来るみたいなことあるかもしれませんが、基本的には私、単体でのオフ会ということになりますので、そちらの方も、お含みいただいてですね、久々、ね、今回の、コンセプトとしては、久々の方もね、もちろん初めてお会いする方も、いつもお会いする方もですね、来てほしいなというところであります。はい、でもちろんなんだろうな、一人で、ね、行ってみたいけど、ちょっと行ってみたいけど、一人だとちょっと不安だなとか、いう方でもですね、私としては、十分フォローしていきたいなと思っていますし、例えば時間的にはお昼の12時から、なんと夕方5時まで、ね、入れるんですけども、別に、ね、2時間ぐらいでちょっと行って、途中で帰りますというのでも大丈夫です。はい、逆に、2時からしか行けないんだけどという方も、そのちゃんとお伝えいただければいいんじゃないかなと思います。はい、そうですね、内容的には、お話メインですよ。これあとは、これからの、このチャンネルをどうしていこうか会議、毎回そんなこと言ってますけども、会議、あと叱咤激励ですね、あとはそうだな、なんか文句とかそういうのをお伝えいただければなと思います。はい、そんな感じですかね。はい、X とかでもね、情報を小出しにしていたりするかもしれませんし、で、申し込みに関しては、そんなに急がないっていうか、締め切りはね、多分1週間前ぐらいまでは、
全然大丈夫だと思うんで、久々の方も何回も言いますけども、久々の方も、初めての方も、気軽、ぜひ気軽に、6月1日新宿にいらしていただければ、さすがに当日来てねというのはあれなんで、ちゃんと申し込みしていただければ、いつでもお待ちしておりますのでという感じです。まあ、一緒に楽しめればいいなということで、まあ、やりましょう。恐る恐るですけども、はい。まあ、あとは、ね、力を貸していただく、いただけるという方も、参加、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、今日はですね、ここ、まあ、一応山に来てましてですね、このカメラのね、撮ってるカメラの新しいファームウェアが出たということで、それの試しにちょっと丹沢まで来たんですけども、はい、ということでお知らせがありますという動画、ちょっと釣りっぽい動画、今まであんまやったことなかったですけどね、すいませんでした。はい、ただのオフ会のお知らせでしたということで、参加お待ちしております。それでは